デビルガンダム。型式番号 JDG0X。時は未来世紀。人々は荒廃した地球を捨て、宇宙での生活に活路を見出し、生活圏をすべてスペースコロニーに移していた。しかし、コロニーに上がれた者と地球に取り残された者の差は広がり、地球の惨状は悪化の一途をたどっていた。未来世紀60年、13回目を迎えたコロニー国家間の覇権争奪戦ガンダムファイトが開催されると、各国のコロニーから地球に向けて5つの光が放たれた。それは、大会会場である地球に降り立った各国代表のガンダムファイターたちであった。ネオジャパン代表のガンダムファイター、ドモンカッシュもその一人であり、パートナーのレイン・ミカムラと共に地球を目指すことになった。しかし、彼の真の目的は、祖国ネオジャパンを裏切り、科学者の父ライゾー博士が開発した究極のガンダム、デビルガンダムを奪い失踪した実の兄、ギョージ・カッシュを探し出すことであった。デビルガンダムは、未曾有の大混乱となった第13回ガンダムファイトにおいて、そのキーマンとして、独自に活動を続けていた自立型のモビルファイターである。もともとは、ネオジャパンで開発された試作タイプのモビルファイターで、その正式名をアルティメットガンダムという、アルティメット、すなわち究極を意味する名を持つこの機体は、開発者のライゾー・カッシュ博士によって、単なるモビルファイターの枠を超えた、地球再生のための機体として開発が行われた機体である。機体のシステム根幹をなすのが、自己進化、自己再生、自己増殖の三大理論機能で、これを自律的に行うことから結果として機体そのものが、経験を積むことで独自の発展を遂げていく、まさに究極の機体となるはずであった。しかし、完成直前にカッシュ博士の助手を務めていた教授カッシュが、その野望のために持ち出し地球へと降下したため、競合機として開発が進められていた。シャイニングガンダムをガンダムファイト登録機とし、脱走した教授並びにアルティメットガンダム改め、デビルガンダムを追跡する任務を、ガンダムファイタータルドモンカッシュは与えられたのだった。だが、後に明らかとなった真相では、三大理論を欲した勢力が、これを入手しようとカッシュ博士のラボを襲撃したもので、ギョージ・カッシュ機体を守るべく脱出したものだった。しかし、地球への降下の際に何らかの不具合から暴走。まさにデビルガンダムとして人類を抹殺するための活動を開始したのだった。この行動が発動された原因であるが、人類こそが地球環境回復に対する最大の障害であるとの機械的判断があったためである。自ら部隊を率いて、デビルガンダムを追撃していたウルベイシカワは、この時にデビルガンダムの圧倒的な戦闘力を目の当たりにし、正面からの攻略は困難だと考え、様々な手段を講じて、カッシュ博士を悪人へと仕立て上げ、その息子ドモンにこれを回収させようと陥れたのである。地球へ降下したデビルガンダムは、降下後しばらくは新宿エリアに潜伏しデスアーミー軍団を操って力を蓄えていた。この際に、俗に第二形態と呼ばれる形態へと進化を行っている。その後、ギアナ高地でシャイニングガンダムと戦い、のその再生能力によって復活を果たし、ガンダムファイトの最終バトルロイヤルに乱入した。この際、ゴッドガンダムによって撃破されているが、その残骸を回収したウルベラが新たな生体ユニットとして、レイン・ミカムラを登場させたことで復活し、ついにはネオジャパンコロニーをも取り込むこととなったのであった。なお、この際のネオジャパンコロニーをデビルコロニーと通称し、そのコアユニットとなったデビルガンダムこそが、俗に最終形態と呼ばれるものである。そして、地球をも取り込もうとマシュを伸ばすが、内部は5人の神聖シャックル同盟によって、そして外部からは、
各国のガンダムファイターたちによって結成された。世界ガンダム連合によって撃破されている。デビルガンダムの特徴を一言で表せば、自己進化、自己再生、自己増殖の三大理論に集約される。この機能と、本来はこれを地球の環境回復のために用意された機能であるアルティメット細胞。これがデビルガンダム細胞に変異した。によって、機体周囲の様々な情報から、自己の機体を進化成長させることが可能である。また、デビルガンダム細胞に感染した生物を機械化させ、これを自由に操ることも可能である。ここからはこの三大理論の解説を行う。自己再生。成長する金属細胞としての DG 細胞が持っている機能で、生物の治癒機能のように破損した部位を本来の形状に戻そうとする機能のこと。これによりデビルガンダムは戦闘などで欠損した自己の体を修復、再生することが可能となっている。なお、ターン A ガンダムのナノスキンによる復元作用も、この機能の一種だと思われる。自己進化。生物が長い間に環境に適応し、進化していくことをアルティメットガンダムの機能の一つとして取り込んだもの。すなわち、周囲の環境、時と場合によっては敵の攻撃に対しても、に合わせ自己の身体の構成を変化させ環境適応を図る能力であり、これにより、デビルガンダムは修復を行う間自己を保護するための殻を作ったり、より強力な機体へ変化したりすることが可能になる。自己増殖。生物の細胞と同じく DG 細胞は細胞自体を増殖することができる。これは自己再生機能が持つ修復機能を応用し、組成の違う物質の分子配列を組み替え、この機能によってデビルガンダムは、デスアーミーを大量生産すると行ったことが可能になる。ここからは各形態の解説を行う。初期形態。デビルガンダムの初期形態は、いわばアルティメットガンダムそのものとも言える形態であるが、一見すると極めて異様なモビルファイターというべき状態である。機体全体を見渡すと、クモか節足動物かというような外観であり、その全部にシャイニングガンダムの上半身のようなコントロール部が設置されている。この上半身部は、一説によると独立駆動可能で、アルティメットガンダムのコアともされているものである。この形態が、自己進化によって様々に変貌していくのである。第二形態。俗にデビルガンダムの第二形態と呼ばれる形態は、ネオ新宿においてその姿を表した時に進化途上であった形態のことである。上半身は第一形態と同型だが、下半身は巨大なガンダムの顔を模した形になり、さらにそこから無数のケーブルが生えている。このケーブル群は根のよう大地に張り巡らされ、その根からも無数のケーブルが枝分かれし、触手のように動き回る。さらには、各部からデビルガンダムヘッドと呼ばれる、巨大なガンダムの頭が出現し、周辺に巨大なビームを吐き出し、時には口を開いて敵を噛み砕く。その姿はモビルファイターというより不気味で禍々しい、機械仕掛けの巨大植物である。進化後、徒長を破壊し東方腐敗と共に行方をくらますが、サバイバルイレブン終了間際にギアナ高地に出現したのだが、第三形態。俗にデビルガンダムの第三形態と呼ばれる形態は、決勝ラウンド直前にギアナ高地において勃発した、一連の戦いに際して現れた形態のことである。ネオ新宿においてその姿を表した時に、デスアーミーという護衛機を生み出したように、自らに直結する新たな攻撃手段として、ガンダムヘッドを誕生させているのが特徴となっている。すでにその姿は異様というほかなく、
キアナコーチの一体にその根ガンダムヘッドを張り巡らせた。いわば行ける大地というような状況となっていた。ネオ香港へと向かうドモンらを阻止すべく、デビルガンダムは攻撃を繰り返すが、新たに誕生したゴッドガンダムのそのパワーは、キアナコーチの大地もろともデビルガンダムを破壊したのだった。しかし、ネオ香港で再び現れたマスターアジアや、かつて倒されたはずのガンダムファイターたちは、デビルガンダム細胞によってその機体を変貌させるのだった。すなわち、デビルガンダムの完全破壊は叶わなかったのである。最終形態、生体ユニットである、レインを取り込んだコア部分が独立し誕生した最終形態。上半身はアルティメットの面影を残しつつ、下半身がガンダムヘッドになっており、さらにガンダムヘッドが変形することで2本の巨大な脚部になる。この最終形態は、人間の持つ感情心理をエネルギーに変換し活動する。これは、DG 細胞の原型となったモビルファイターの構造材に含まれる。ディマリウム系合金の精神官能性質を最高レベルにまで高めたものであり、生体ユニットの精神状態を、そのまま自身の状態とシンクロさせ莫大なエネルギーを獲得できる。この性質により取り込んだ、レインの罪悪感からクルドモンへの拒絶の感情とシンクロし、凄まじい攻撃力を発揮した。また、シンクロしているためモビルファイター同様機体が受けたダメージが、レインにフィードバックされるようになっており、彼女を動力源にすると同時に、ドモンに対する盾として使うという、悪辣とも言える戦闘スタイルをとってみせた。しかし、アレンビーをはじめとした仲間たちの声援を受けたドモンは、これまでのこととこれからのこと、自分が抱える思いのすべてを言葉にしてレインにぶつける愛の告白を実行。それによって二人は思いを通じ合わせ、レインはデビルガンダムから解き放たれた。生体ユニットを失ったデビルガンダムは、もがき苦しむように二人に迫るが、最後の超必殺技赤腹ブラブ天狂拳を受け、そのボディをハート型に打ち抜かれ敗北。コア部分が倒されたことで、デビルガンダムはその力を失い、骨格部分のみを残して崩壊。そして地球へ伸ばされた触手部分も、ゴッドガンダムを乗せた風雲再起が放つ光に触れると、光の粒子へと変化し消滅。その様子は破壊というより浄化のようで、地球に降り注いだ粒子は朝日に照らされ美しく輝いていた。こうして、権力者の欲望に翻弄され、悪魔と化してしまった悲運の機体は、その本来の役割に戻るように消えていったのだった。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、最後までご視聴いただきありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。この動画を気に入っていただけた方は、もう一本、このチャンネルの動画をご視聴いただけましたら幸いです。